佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター峰竜太による月1コラム「アロハな気分」今回は先月に続き連載1周年を記念しての特別企画の後編母真由美さんと峰自身が中学高校時代さらにはボートレーサーになってからのエピソードなどを教えてくれたおっちょこちょいでお守りを肌身離さずもたせるほど心配だった峰少年は 中学校時代に運命的な出会いを果たす。同級生に、後の師匠となる松尾隆明さんの子供がいて、峰はボートレースから津で見たレーサーへ憧れを抱いた。竜太から、ボートレーサーになるためにヨット部がある高校に決めた、って。当時はボートレーサーという職業があることすら知りませんでしたし、特別な人しかなれないんだと思ってました。学校のことは一切、話さない子でした。 成績は良かったみたいです。コツコツ型で自分だけ勉強をやる感じの子。お小遣いもコツコツ貯めていたようです。弟思いの優しい子で今でも弟を気にかけているみたい。全く違う性格の兄弟でしたが、兄弟の仲は良かったです。高校のヨット部時代はインターハイ。国体に出場し、2年次には九州チャンプ。 オーストラリアのシドニーで開催された世界選手権に出場と輝かしい成績を残したが、仕事をしていたので、ほとんど見に行けなかったんですよと残念そうに振り返った。ただ、ボートレーサーになってからは息子の走りを追いかけている。レースは必ず見ていますよ。仕事の日でも昼休みになったら必ず、リプレイなどで。雄太の祖母二人もすごく楽しみにしているんです。 私たちの生きる活力になっています。息子からの印象に残っているプレゼントを尋ねると、もう昔の話ですけど、ワーゲンのビートルが欲しいって言っていたら買ってくれました。というエピソードも教えてくれた。さあ、気になるのはズバリミネ・リュータをどう育てたのか。特別なことは何もしていないです。主人の両親と同居していたので、祖父母の愛情がたっぷり継がれていたと思います。 特に祖父はリュー太が可愛くて仕方なかったようで、周囲の愛が心優しき峰竜太を育てた。ちなみに顔は父方の祖父にそっくりだったそうだ。最後に真由美さんから、ボートレーサー峰竜太への思いを語ってくれた。きっと今までは多大なるプレッシャーやストレスに押しつぶされそうになりながら自分を鼓舞させ、時にはごまかしながら突っ走ってきたと思います。 メンタルも体もボロボロになっているのではないかと。これからは少し肩の力を抜いて、ボートレーサーという仕事を楽しんでくれたら、と思います。志を忘れることなく穏やかな気持ちでボートレーサー人生を送ってくれたらと思います。これまでもこれからも、母として、峰竜太の最大の理解者として応援を続けていく。されど、有限実行の証、峰の実家に、 サレドが道い話目指すは協定選手日本一と記された紙が残っている。峰によると、高校3年で部活が終わった時に、早稲田や法政などから特待推薦が来ていたのを全部断った時に書いた。自分は通知表の平均が4、7あった。4、5以上あって、部活で成績を残した人だけのスーパー推薦みたいなのを僕だけが通ったんですけど、それをお断りして、 決意が揺らがないように校長先生に日本一の協定選手になります。と誓ったものとのこと、大学特待推薦の道を蹴って初始貫徹し、しっかりと有言実行を果たしてみせた。ちなみに今年3度目の部位を飾った前奏の唐津お盆特選後はハワイへ7日間の一人旅。観光には目もくれず連日サーフィンを満喫し、最高でした。とリフレッシュできた様子。 現在、出走中の SG メモリアルで V を目指して奮闘中だ。